ソシエダ久保建英さん、古巣レアルマドリー相手にゴールきたー。きたー。すっごー、だけー。鳥肌やばいよ。久保きたー抜け目ねー。前半からずっと狙ってたもんな。わろた水まいたかいあったな。涙出てきた。こういうの決めれる選手好き。ミリトンさん。セレブレーションやりたい方だよ。セレブレーションがっつり決めててくさ。セレブレーションしませんよからの膝すらくさ。あ、ホームだし喜んでもいっかって気づいたのかも。もうちょいで2桁ゴール。まあまあ、落ち着いてください。フルス相手ゴールは喜びませんよ。からの膝すらずさーはわろた。ブルーロック見たからごっさんじゃなくそこにいることがすごいって思うようになったわ。復帰せざるを得ない。久保よく詰めてた今日はとにかく終盤が良かった。やっぱりソシエダにいるべきだな。これが世界の竹久保ですよ。ついにレアルに恩返しできたか。チャンピオンズリーグいけるぞ。 おめでとうソシエダ。相手のミスからしかゴールできないのか。前節のゴール見てないんか。悔しい。どのくらい悔しい。森安が好きそうなゴールだったな。森安毎回竹の試合見に来い。8点とかすげえ欲望。試合内容的にもマドリー弱かった中、チームとやってるような感じやったな。これで不敗神話継続か。よっしゃ勝った。久保もゴール決めたし、チャンピオンズリーグに向けて大きい勝ちだし最高。久保はロドリゴ相手にも完全勝利文句なしの一戦だったな。久保の先読みからのプレスはマジで最高だ。4年間応援し続けた甲斐があるよ。マドリー相手にゴールで勝つとか。